会社のプロモーターが、ちょっとカモンさん、今度うちからデビューしたばかりの新人バンドを紹介させてください、目の前には汚い格好の5人組、よろしくお願いします。俺も少し先輩風を吹かせつつ、まあ頑張ってと社交辞令で言ったのさ。それからしばらく経ってテレビをつけて驚いた、やつらの曲がチャートイン、一気にブレイク。誰がそこまで頑張れ言うた、誰がそこまで頑張れ言うた、誰がそこまで頑張れ言うた、頑張りすぎだぜ。高校の卒業式で先生が、皆さん未来に向かって羽ばたいてください。しばらく経ってテレビを見てたら、同級生が鳥人間コンテストに出場してた。誰がほんまに羽ばたけ言うた、誰がほんまに羽ばたけ言うた、誰がほんまに羽ばたけ言うた、羽ばたき違いだぜ。夜遅くまで部下を残して残業して、小腹が減ったので新入社員にちょっとお前ハンバーガーでも買って来いよと1万円渡したら、両手いっぱいぶら下げ帰ってきた。誰が40個もこで来い言うた、誰が40個もこで来い言うた、誰が40個もこで来い言うた、4人しかおらんのに。誰がそこまで頑張れ言うた、誰がそこまで頑張れ言うた、誰がそこまで頑張れ言うた、